里崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、里崎式、うん、ベストナインです。はい里崎式、はい、ベストナイン。これはですね、はい、今年日刊スポーツでは保守クオリティスタート率とか、うん、いろんなことをやってるんですけど、はい、でこれで今年ベストナインでね、いつも発表された時に、うん、なんで村上が三冠王なのに満票じゃなくて宮崎に一票入ってんだよみたいな、うん、まあもちろん宮崎もいい選手だよ、はい、なんで外野にロッテの福田周平に入れてんだよみたいな、うん、誰が入れたんだよみたいな論争になるじゃないですか、はい、でもまあ多くの人が投票することによってそういう少数派の意見はもう抹殺されますよね、はい、だからまあまあそれはそれでいいかなっていうのもあるんですけど、うん、結局主観やろうとか見てないやろうとかね、うん、まあ、出るわけじゃないですか、うん、でもあくまでも記者の皆さんの印象ですもんね。そうそう、印象でもう選んでるわけです、はい、投票です。だからそれだったら主観印象全部抜きにして、はい、打者の記録で何をピックアップして何かを選んで、うん、それでもうオートマチックに数値化してベストナインを選べるのないかと思って考えたのが、はい、まあ、これはもう今後ももっとブラッシュアップしていかなきゃいけないんで、うん、でも走り出さなきゃできないから、とりあえず今年初めてやったんですけど、うん、僕が考えたのが、うん、得点安打、ツーベース本塁打、打点盗塁、フォアボール、打率出塁率、そしてエラー、この10項目を数値化して、はい、どれぐらいいったら何ポイント、でこの中では、まあ、10点をプロ野球記録に合わせて3、4点を最近10年の NPB の平均値をもとに設定してるんですよね、うん、しかし打点が最多161、盗塁がね、とか打率3割8分9厘など近年のトップがとても大きくて差がつく項目が多いから、うん、10点の基準を低くしてそういう種目はね、うん、であと超える分には加点していく方式だから10点が最高じゃなくて、はい、うんうん、10.5 とか11点っていう風に少しでも差がつくように上は無限にして、はい、でもこの 3,4 点を NPB の平均値にして、うん、まあ、この、ね、表が多分出てると思うんですけど、はい、を基づいて算出したんですよ。だこれはまあ僕とかその井上さんとか田田さんとチームのみんながこれにしていこうって言って決めたやつだから、うん、はい、文句がある人は自分で勝手にやれ、うん、はい。でもこれ数値化するの相当大変だよ、ね、いやそうそう、どことどこを合わせるのか難しいけど、とりあえず走り出さなきゃいけないから、はい、これを一つの項目としてやっていこうと、はい、だからやっぱりね、巨人阪神には番記者も多いから、うん、他の球団よりも得票が多くなるよね。あとローカルの記者はやっぱローカルの球団しか見てないことが多いから、他リーグの球団とかまたよくわからなくなるよね。だからそういったところも全部この数値化してやっていこうっていう、はい、ポイントの一番高かった人でベストナイン選ぶってことですね。そうそうそう、主観とか印象とか全く加味しなくて、うん、この表のポイントに照らし合わせて、はい、その選手たちが1年間やってきた記録を出して入れていくだけなんだよ、はい、だからこれをすると昔に遡れるのよ。2000何年のベストナインはこの数字で言うとどれだけ違うでしょうみたいな、もう何年のやつでもたどれるから面白いんちゃうかっていうね。そうですね、はい、でも今年はじゃあどうだったのかっていう、まあ、この記事はベストナインが発表する前に出たんだけども、はい、本当のベストナインはこちらですね、はい、セリーグはピッチャーから青柳中村、オスナ牧、村上中野、近本、佐野で岡林がベストナイン、うん、でパリーグは山本海、はい、山川浅村、宗、今宮、松本剛、柳田、島内、吉田正尚がベストナインです。で日刊スポーツ里崎式独自指標で選ぶベストナインはピッチャーはいないんですよ。打者の成績 で、はい、ピッチャーはちょっと来年に向けて考えようと思ってるんですけど、はい、まだそこまで構築できてなくて、はい、だからパリーグから、はい、キャッチャーは25.2 ポイントで森選手です。あ、じゃあ本家と違う。そうそうなんですよ。で2位が住谷 19.2 ポイント、はい、で3位が若月 18.4 ポイントなんですよ。え、甲斐選手入ってないじゃないですか。そうだって甲斐で言うとよ、ホームラン1本だから1点だから、甲斐はもう入ってない。そっか、打撃の点数もちょっと高くなってくるわけです。ほぼ打撃だから、あと盗塁とかフォアボール、うん、出塁率、あとエラーね、はい。あ、そっか、打撃の成績ですもんね。そう、ベストラインだから。そっか、守備はゴールデングラブだから、はい、で、ファースト、はい、山川です、はい、これ一緒ですね、はい、47ポイント。おー、もう2位でも清宮よ、はい、31.5 ポイント。清宮選手意外と高い。で、3位鈴木大地 30.5 ポイント。へえ。投票で言えばね、清宮時点なんだよね、うん、4ポイントなってるけども、はい、結構ね、得点稼いでる、はい、でも山川ダントツだけどね。まあそりゃそうですよ、うん、でセカンド浅村選手です。はい、これもその通りですね、はい、ここもね 47.5 ポイント。だから山川より 0.5 ポイント高いんだ。あ、本当だ、全員同じポイントだからね。で次点が中村翔吾42ポイント、うん、でも5ポイントね差がついてるっていう、はい、でサード、うん、宗です。おお、33ポイント。はい、一緒です、一緒ですね、一緒です。次点が安田で 26.4 ポイント。はい、でショート今宮、うん、40ポイント。これも一緒です。でも小深田33ポイントだから、あ、7ポイント、まあまあ惜しかった、時点に来てます、ね、でもこれね7ポイントって結構で、
広いのよ。7点取らなきゃいけないから、全項目1点ずつ上乗せなきゃいけないから。そうか、そういうことですね。うん、何気に、うん、で外野、はい、本家はね松本、柳田、島内、うん、だけども外野の1位島内、お1位島内だからね。やった、うん、54.5 ポイント。お、高い高いよ。ここまで最多だから、全員同じ指標だからね、はい、まあ、だから外野エラーが少なくなるからね、はい、そこの分が高くなるっていうところはあるけども、うん、で2位が松本選手で 50.5 ポイント、うん、だから4ポイント差がついてる、ね、だからホームランの数だね、ホームランとツーベースの数で島内が上回ってるね、うん、でもう一人が高部選手です。おー、ここが変わりましたね本日と、はい、高部は 44.5 ポイントで、柳田が時点で 40.5 ポイント、あで辰巳が 38.5 ポイント。あ、惜しい惜しい。そうそう、でも高部がベストナインだ、はい、こう数値だけで言えばね。へ、高部は基本的に盗塁44個で8ポイントついてる、うん、だからそこが高いんだよね。あと柳田より高いのは安打数148本で 6.5 ポイント、うん、得点も66で 5.5 ポイントと、柳田より下回ってんのがホームランと打点とフォアボールだね、うんうん、おー、でも柳田選手を数値で言ったら超えたんだ。そうそうそう、だから高部がベストラインだよ、はい、へー。もうで、DH は吉田正尚、はい、61.5 ポイントです。わー、最高ださすがだな、うん、まあでも DH に入ってくるとエラーとかがまた10点になるから、うん、だからそこら辺はね、なかなか内野手と同じようにね、うん、いかないけども、そのポジションの中では全員同じね、うん、数値でやるから、はい、だからこの中で言うと本拠と違うのは森、高部か、うん、はい、2人ですね、うん、だからこれもね、はい、1年目だからこんなんだけど、これを10年ぐらい続けて、うん、これも素晴らしい、はい、賞だよっていうようにしていきたいよ。あ、そうですね、そう、もう完全に数値だけで選ぶみたいな、うん、だからこれもこのポイントとかもこれからもうちょっとブラッシュアップして再考していかなきゃいけないところも出てくるかもわかんないけども、うん、はい、まあ、これはこれでねスタートしなきゃいけないんで、うん、こういうのがブラッシュアップされていろいろつけば、うん、これがベストナインに20年後になってるかもわかんない。はい、そうですね、叩き台としては俺はいいんちゃうかと思ってて、うん、じゃあ続いてセリーグ、はい、キャッチャーは木下。おお、ここ変わりましたね、はい、27ポイントです、うん、で2位が大城で24ポイント、はい、で3位が中村悠平で 23.2 ポイントなんですよ。あ、3位だ。で続いてファースト、はい、ビシエドです。うわ、ここも違う、42ポイント。え、ビシエド選手なんだ。で大山が40ポイント、はい、マクブルーム39ポイントで、うん、オスナが入ってきてないっていう。本当だ。あと試合数とかが少なくなったらどんどん落ちていくからね、安打とかが積み重ねていけないから、ね、そこそこポイントが、うんうんうん、セカンド牧、はい、これ一緒です、46ポイント、うん、で山田が 44.5 ポイントだから 1.5 ポイント差なんですよ、うん、でここにね牧と山田の振り分けがあるんですけども、ツーベース多くなるとねポイント高くなるっていうね、うん、あとエラーがちょっと牧が多くてね13個で3点でも山田は3個しかしてないから7点って。牧選手はツーベースが多いってことですか。ツーベース多い、36本で7ポイント、うん、でもまあ1ポイント差なんだけどね、はい、でサード村上、これももう間違いないですね、はい、74.5 ポイント。うわー、すごい。これね12球団でトップ点数です、はい、しかもダントツじゃないですか。いや、ダントツ、超ダントツよ。しかも守備もあるからね、エラーの分とかもあるからね、はい、その中で 74.5 ポイントはすごいね、うん、これがもう来日に向けての最高得点になるからね、はい、世界新記録だよ。まあそりゃそうだよね、この数字でやってるの俺だけ、はい、そうですよ、これが最初ですからジャッジとか入れたらえらいことになるかもしれないよね、はい、さあ続いてショート中野 32.5 ポイント。でも時点長岡 27.5 ポイント。で外野丸、塩見、佐野です。あ、佐野選手以外違う。うん、丸が 54.5 ポイント、うん、塩見が49ポイント、で佐野も49ポイント、これ一緒なんですよ、はい、で続いて近本が 45.5 ポイント、うん、で里出が 44.5 ポイント、うん、で岡林がね入ってきてない。へー、多分打点とかが少ないと思うんだよ。でその分盗塁もそんな多くないから、やっぱね 1,2 番はね打点が減る代わりに得点があることによってバランス取ってんだけど、うん、はい、多分返してもらってないから、あ、だから得点できてないっていう、うんうん、だから塁出てる割に多分得点とかが伸びてないんちゃうかと思う、うん、あ、なるほど、うん、あ、でもこうやって見るとやっぱり本家って印象型じゃないですか、うん、だからやっぱり外野ってタイトル取ってる人が選ばれやすい、うん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 、でもこうやって数値にするとバランスよくちゃんと活躍してないと、そうそう、取れないから、ね、なかなか取れないっていうところありますよ、うん、だから塩見と丸がね取れてるっていうね。おでもまあ、投票でもね塩見は時点の4位だし、はい、丸は6位だからね、うん、100票以上入ってるからもちろん活躍してる。あ、そうそうそう、だからそこの接戦がね、うん、印象度がなくなるからね。とかデータだけで選ぶとこうなるんですね。そうそう、別に俺の感情とか、うん、何も入れてないからね。ただそのデータ作ってそれにパソコン入れて、うん、ただ算出される人出てくるだけだから、はい、
ってなったらセリーグは結構違ったね。変わりましたね。だって塩見丸、木下ビシエドだもんね。4人違う。だから半分違うんだもんね、はい、だからこれはこれで面白いでしょ。いやそうですね、まあ、でもこうやってやれる方もねしたらまた面白いと思うんでね、はい、皆さん参考までにね、うん、楽しんでもらいたいなっていうところはあるし、はい、これを長年続けていってね日刊アワードっていうのを作りたいの、ね、よ。ちゃんとしたやつ、はい、それにプラスアルファして特別賞の里崎賞みたいなね、はい、里崎チャンネルからちょっとそれで撮りに行こうよ、はい、YouTube でということで皆さんね、はい、こういった楽しみもありますけどね、うん、ぜひ日刊スポーツを撮ってもらえれば里崎のいろんな試みが見えますんで、はい、まあいろんな意見あると思いますけどね、まあ、走り出したんでね、まあ、またいろいろブラッシュアップしてね続けていきたいと思うので、ね、皆さんもしね参考になる意見があったらね、うん、どしどしね言ってくれればね、この項目入れた方がいいんじゃないとか、こういうのをこうした方がいいんちゃうかとかね言ってくれればそれもね参考にしたいと思いますので、はい、ぜひね皆さんよろしくお願いします、はい、さあということで、はい、最後におまけ、はい、今回のこの動画でね、うん、NPB のベスト9、はい、でそして里崎の総チェックのベスト9、積み重ねのベスト9、はい、でそして今回の日刊スポーツのデータだけでのベスト9、うん、はい、この3つ全部発表してきましたけど、これ全部選ばれてるやつすごくないですか。あ、確かに。だって記者の得票で選ばれて、はい、うん、で毎週里崎が印象に残る人を選んできて、はい、でデータだけ印象とか思い込みとか主観全部取っ払ったデータのみで、はい、うん、全部選ばれてるやつって本当のベスト9だよね、はい、でも本当にシーズン通してめっちゃ活躍した人ってことですよね、うん、だから今から本当のベスト9発表します、はい、だからもうそれは全ポジションじゃないからね、うんうん、あ、だから全部選ばれてる人を発表するんですね。そう、本当の。じゃあ、まあ、パリーグから、はい、でいけば、うん、山川か、まず一塁山川選手、うん、で総チェックも山川、はい、日刊も山川で、セカンド、あ、浅村選手も、あ、浅村もパーフェクトで、サードはね類は違いましたね、違ったね。あ、ショートは今宮、今宮おお、で外野島内、おお、島内選手全部選ばれた、嬉しいな。あと松本、おお、松本選手も全部、うん、うん、で DH は吉田、はい、じゃあ山川、浅村、今宮、島内、松本、吉田はパーフェクト、真のベストナイン、真のベストナイン、真のベストナイン、何人、4人1、2、3、4、5、6、7、8、9人中6人、6人、お、真のベストナインです。すごい、これはすごいね、はい、もう文句のつけどころがない、文句はこれはもう真のベストナイン、ね、はい、じゃあセリーグ、セリーグキャッチャーは木下、中村選手、ね、中村だもんね、でファーストがビシエド、オツナ選手、うん、セカンド、セカンドはマキ、おーい、でサード、もうこれは村上、はい、そうですね、これで俺里崎総チェックだけ村上低かったら俺やばいね、何見てたんだみたいなお前何やってんだみたいなね、はい、逆に、でショート中野、外野難しいね、近本選手、佐野選手、岡林選手が本気、こっちだって丸、塩見、佐野だもん、あ、佐野選手、あ、でもこれ3の選ばれてない、あ、じゃあ誰もいないんだ、外野誰もいない、わー、ということはセリーグは牧と村上、中野、うん、3人、おい、あ、パーフェクトベストラインだ、パーフェクトベストライン、すごい、内野手の3人だけ、うん、だこの選手たちがね、はい、もうパーフェクトベストナインだね、シーズン通して、うん、もう真に、もう真の大活躍だ、もう何からやってもベストナイン、はい、すごいね、すごいです、はい、はい、ということでした、はい、またな、来年も真のベストナインね、そうですね、うん、誰がなっていくのか見ていきたいと思います、はい、皆さん感想をお寄せください、はい